はい、こんにちは。税理士川南です。本日の動画は、新型コロナによって収入がダウンした方必見です。国民年金保険料が減額申請できるっていう話を動画で解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい。それでは本日は新型コロナで収入ダウンした方は必見、国民年金保険料免除、猶予申請ができるについて動画で解説していきたいと思います。本日の目次です。まず一つ目、国民年金っていうね、どういう仕組みなのかというね、基礎的なことを解説して、二つ目が免除になる人は一体どういう人、そして免除のね、メリットとデメリットについて解説をします。そして最後に控除項目、まあね、この国民年金保険を使った節税について、紹介したいと思いますので、動画ぜひ最後の方まで見てください。私は自営業専門の税理士として活動をしていて、Instagram、Twitter、TikTok もしております。それぞれ YouTube のチャンネル登録もぜひお願いしますし、その他の SNS でもぜひフォローしてみてください。オンラインサロンも運営してますので、ぜひそちらの方も合わせてよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画の方に行きたいと思います。まず最初、国民年金とはどういうものかっていうのをね、解説していきたいと思います。国民年金はまず日本在住の方が20歳以上になった時から払っていくものです。20歳以上の60歳未満が加入するものが国民年金というふうになっております。これが毎月いくらかと言いますと、毎月16,610円ずつ積み立てていく、まあ、支払っていく、加入して払っていくっていう風な流れになっています。この料金は、令和3年度現在の料金になっております。皆さんね、なんとなくね、知ってると思うんですけど、これじわじわ少しずつ毎月払う金額は上がっていっています。今現在、今年令和3年は 16,610 円になっております。そして受給資格期間なんですけど、この国民年金を10年かけないと受給する資格がありません。なので、最低10年はかけないといけないです。要は20歳から始まって60歳までかけるので、要は40年間かけるっていうのが国民年金の基本的な仕組みになっています。そして国民年金の種類について次紹介しますね。国民年金には種類があって、第1号被保険者っていう方は、要は自営業やフリーランスの方です。自営業の方は自分で国民年金を全額負担すると。そして第2号被保険者と呼ばれるものは、会社員や公務員の方がこの第2号に該当します。会社員公務員の方は国民年金が給料から自動的に転引きされているっていう方が圧倒的に多いかと思います。そしてもう1種類、第3号被保険者っていうのがあります。こちらは専業主婦の方ですね。要は配偶者の方が第2号の被保険者で、会社員や公務員の場合は扶養に入っているうちは国民年金は払わなくていいよっていうのが第3号被保険者になります。自分がね、どのね種類の国民年金かっていうのは把握しておいた方がいいかなと思います。自営業でしたら第1、会社員公務員の方は第2、専業主婦の方でね扶養に入っているって方は第3号被保険者に該当します。はい、それではね、皆さん気になる免除になる人って一体どういう人なのっていうことなんですけども、解説をしていきたいと思います。まず1つ目、前年所得が一定額以下の方ですね。まあ、例えば新型コロナによってね、前年所得が著しく落ちたっていう方ね、いると思うんですよ。そういう方は国民年金保険、一定額以下でしたら該当する方がいますので、ぜひね、ご確認ください。でね、未納で払わないからって言って放置しておくのが一番ダメですので、払えないという場合でも、きちんと手続きをするっていうことが必要になります。またね、おいおい次説明していきます。まず1つ目は、前年所得が一定額以下ってことですね。2つ目、退職、失業された方です。これはね、免除対象になりますので、退職、失業された方は、会社の離職票なり、書類の方あれば申請ができるっていうふうなことになります。そして3つ目、新型コロナの影響で収入が減少しているって、これは臨時措置になりますね。なので、こちらの前年所得が一定額以下になった方とはまた別枠であります。前年所得は、まあ、もちろんね、コロナによって一定額以下になったって方も申請できますし、こちらの新型コロナの影響で収入が減少したっていう、この臨時措置で申請をすることもできます。こちらの新型コロナの影響で収入が減少した場合は、まあ、所得見込み額を用いた簡易な手続きによってできるということが特徴ですね。1番と3番の違いはそちらになります。そしてもう1つ、4点目、学生納付の特例制度があります。申請をすれば免除対象となりますので、もし学生の方でね、国民年金払えないよという方は必ずこのね、申請をするようにしてください。未納のままほっとくっていうのが一番ダメです。そして最後、出産前後の保険料が免除される方がいます。これは第1号被保険者、先ほど説明したような自営業フリーランスの方が、例えば出産した場合は出産前後の保険料、国民年金保険料が免除されますよというお得な制度です。ちょっと次の動画でまた紹介しようと思うんですけど、国民年金制度のお得情報ということでね、こちら5番目の方は紹介したいと思います。4番の方はね、学生の方が使えるよというものなので、概要欄に URL 貼っておきますので、もしね、学生の方見てる中で学生だっていう方がいましたら、そちらの方を確認していただければと思います。今回はこの1、2、3の方をメインに説明していきたいと思います。はい、それではメリットとデメリットについて紹介していきたいと思います。はい、メリットです。免除期間でも2分の1が保証される。これどういうことかと言いますと、申請があってね、全額免除の期間は保険料を納めなくても年金額の2分の1が保証されますよってことです。これ大きいメリットだと思います。そしてこちら、万が一の際外にも保障を確保しますと、障害年金や遺族年金が受け取れますよということです。病気や事故で障害が残った時の障害年金、一家の例えばね、働き手が亡くなった時の遺族年金を万が一の時も免除している期間があったとしても受け取れるってことです。これが大きなメリットだと思います。そしてデメリットです。もちろんなんですけど、免除によって年金額は減ります。免除とかね、減額によってもらえる将来の年金額が減るってことですね。減額した期間でも2分の1は保証されるっていうのが大きなメリットなんですけど、逆にね、その満額はさすがにもらえないと。そりゃそうですよね。払ってないですもんね。なので年金額は減るっていうことは覚えておいてください。そこが大きなデメリットです。ですので、そのデメリットをどうやってね、解消すればいいかっていうのが次こちらです。10年以内でしたら追納が可能です。例えば今年来年国民年金の支払いがきつくて、免除や減額の申請をしたときに、その後になってね、所得が上がってきたとか、仕事がなんかまたできるようになったときには、10年以内でしたら追納することが OK です。そしてこの追納をすることで、この減っていた分、年金額が減るっていうことはなくなるので、このデメリットを解消する方法は10年以内に追納するってことです。これを覚えておいてください。できるならね、そのままね、免除やね、減額した期間、後で追納した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。この10年以内を超えた時、もう一回チャンスが来ます。60歳から65歳に任意加入制度を使うと、減額してもらった期間分を追納、60から65歳の間限定ですけど、することができます。はい、手続きについてです。これは先ほど言ってますけど、未納ね、国民年金保険払えないからって言って、そのまま放っておくと、未納の扱いになって、その分、半分保証とかね、万が一何かあった時に遺族年金を受けてれないってなるので、申請をしないといけません。ここが注意点ですね。必ず申請をしてください。このね、減額できる、免除できるっていうのを知らなかったっていう方結構いらっしゃるんですけど、そのままね、未払いにせず、未納扱いにせず、必ずそう該当する方は申請をするっていうことが一番のポイントです。さあ、そして提出先なんですけど、一体どこに出せばいいのって思った方いらっしゃると思うんですけど、これは市役所なり住んでいる区役所の国民年金窓口というのがありますので、そちらの方に行っていただくか、もう一つお近くの年金事務所に相談に行っていただければ申請ができます。申請用紙も置いてありますし、こういう事情なんですっていう風に相談をしていただければと思います。はい、そして免除額なんですけど、全額免除の方もいれば4分の3、半額4分の1、猶予という風に5種類にパターンが分かれてきます。免除額はね、申請すれば全員が全員全額というわけではありません。ではね、次のページで一体ね、どうやって全額4分の3、半額っていう風に決まっていくかを解説していきたいと思います。はい、免除額についてです。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予制度という風に決まっています。それは所得に金額によって変わってきます。扶養親族等の数 1×35 万 +22 万円っていう風にこう計算式があるんですね、それぞれ。ね、なんかわからないって方は前年の所得がわかるものを持っていって、市役所、年金事務所の窓口にいて相談してもらうって方が早いかと思います。ここでね、でもね、全額免除となる所得の目安についてちょっと紹介していきたいと思います。扶養親族の人数によってこの計算式が変わってくると、ここの所得基準が変わってくるっていう仕組みになっています。例えばね、扶養親族3人の場合は、扶養親族が3人いて、この上の計算式ね、プラス1、35万 +22 になるので、所得基準が162万円以下の方は、この全額控除に該当するというふうになります。そして次ですね、扶養親族2人の場合は、この30計算式に当てはまると、所得が127万円以下でしたら、この全額免除が使えるってことです。例えば、扶養が1人の場合、これ夫婦2人で生活しているってことですね。の場合は92万円。そしてこちら、独り身ですね。1人で生活している配偶者もおらず、独身ですよとか、独り身ですよっていう方は、こちら、所得が57万円以下になると、前年所得で見ますので、前年所得が57万円以下になると、全額免除っていうふうに見ていきます。これね、注意点なんですけど、令和3年7月以降の上記明細また変更となりますので、この金額はね、目安として使っていただければと思います。これは日本年金機構より持ってきた資料になります。なので、このね、計算式に当てはめていって、自分がどこの免除に当たるのか、4分の1なのか、4分の3なのか、全額に当たるのかっていうふうに計算していただければと思います。自営業とかね、ビジネスしてると一気に所得がなんか下がってしまったとかね、赤字が出てしまったっていうケースがあると思うので、そういう場合はね、この全額免除、4分の3免除みたいな感じで免除申請をした方がいい、もしくは免除申請ができるっていうことを知っておくことが大事かなと思います。絶対免除しましょうねって話じゃないので、払える方は払った方がいいかと思います。あとね、必ず追納するっていうことを忘れないでください。最後ね、控除項目で節税ができますよっていうのを紹介したいと思います。どういうことかと言いますと、国民年金の保険料は全額控除対象なんです。その払った年に、その払った分だけ全額控除対象になるんですね。年金事務所から控除証明書が年1回届きますので、そちらの書類を見て今年はいくら払ったかなっていうのを確認して、確定申告にそこの金額を移し込むというふうな流れになっています。で、そのね、このね、払った分は全額控除対象になるよってことです。よくね、あるんですけど、自営業やフリーランスしてる方、企業当初にね、うまくね、また軌道に仕事、ビジネスが乗らなくて赤字が出ているとかね、所得がなかなか出ない、でも国民年金の払いがきついなんていうことは、企業当初の方に免除減額申請をしておいて、その後ですね、軌道に乗った後に利益が出てきたらとかね、税金が出てきた時に追納するっていう方方法も OK です。これは要はね、節税につながるってことですよね。企業当初の利益も出ていないような時に払っても、このいくらね、国民年金保険が全額控除対象になるって言っても関係がないですので、一つの方法としてこの利益が出てきたら追納するっていうのも OK です。これね、知らずに免除申請していた方が、実際にビジネスが育ってきて、儲かってきた時に、そういえば未払いの国民年金があるんですけど、これって関係ありますかっていうふうに聞いていた時に、それ追納してる期間10年以内でしたら追納ができるので、追納したらその払った年にここの控除対象になるので、それは有効ですよっていうふうに実際にねされた方っていうのもいます。もちろんね、こういうことせずに普通に払っていくっていうのが一番ベストルールかと思いますけども、こういう方法でね節税ができるよっていう方法も知っておいて損じゃないのかなというふうに思います。はい。そして注意事項、最後いきますね。申請が条件です。これそのまま放っておくと未納扱いになりますので、必ず申請もしくはね窓口に相談しに行ってみてください。申請が条件になります。必ず忘れないようにしてください。そしてしつこいようですけど追納ができますのでね、ぜひぜひ忘れないように追納できるうちにした方がいいと思います。そして今回は国民年金の、免除申請しましたけども、こちら住民税国民健康保険にも同じような制度があります。国民年金とは違って住民税国民健康保険は本当に住んでいる市役所区役所住まいによって条件やその所得上限が違ったりとか要件が変わってきますので、これはね一括してねこういう風ですよってお知らせできないんですけども、市役のホームページの方に記載必ずありますので、これ聞かないとあちらからあえてね所得下がって厳しいんじゃないですか減額できますよという風にお知らせしてくれません。自分で情報を取りに行くもしくは調べないとわからないので、こちらの方はね市や区によって違いますので、もし該当するって方は住民税国民健康保険も同じような申請をすれば減額免除できる制度がありますので、必ず調べるようにしてください。でもう一本の動画で国民年金でお得をする情報っていうのをお出しますので、もしねそちらの方もね合わせて見ていただけると国民年金で得する情報が少しでもねお役に立つ情報が出るかと思いますので、ぜひそちらの方の動画も合わせてチェックしてみてください。はい。それではぜひぜひ YouTube の方チャンネル登録の方よろしくお願いします。Instagram、Twitter、TikTok もやってますので、そちらの SNS もチェックお願いします。コメントや感想いいねボタンもらえるとすごく励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。私はオンラインサロンの方も運営しております。税理士川南の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につけることができまして、月額制の完全会員制、相談や質問がオンライン上にいつでもすることができるのが大きなメリットかと思います。普段私1時間相談1万円の料金なんですけども、オンラインサロンメンバーになっていただくと相談や質問がオンライン上にいつでもねすることができますので、かなりメリットとしては大きいんではないでしょうか。そして2つ目、税理士の裏側を公開しております。普段ね私がどういうふうなビジネスをしているかとか、YouTube や TikTok の裏側、 SNS のフォロワーの伸ばし方とか、新しい税金情報補助金情報などなど、オンラインサロンに全て投げておりますので、そちらの方が2つ目のメリットかと思います。そして定期的に Zoom サロンを開催しています。 Zoom でねメンバーさん同士コミュニケーションを取ったりとか、お互い情報交換をする会をしてますので、この Zoom サロンで結構皆さんつながってね有益な情報をそれぞれ得ているよみたいです。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひクリックして内容の方を確認してみてください。はい。それでは本日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。